Please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now available.ついに開幕したこのコンペティション、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、プライドをかけた戦いの始まりです。イーストボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は日本対日本、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。日本対日本、この序盤はやはり大事になってきますよね、はい、様子を見るのか積極的に仕掛けるのか、お互いどんなプランを考えているのか注目したいですよね。なるほど、ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。裏へ出るか、大竹からトクラ、飛び出した、勝負のシーン、藤田、メシノ、山口、さあつながるか、インターセプト、シュート、ゴール、日本プレスを受けながらもきっちりゴールを決めてきます。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよね。さあ日本、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引き締めたいですよね。そうです、シュート、いやー、ついちゃったー、日本立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。ゴールに吸い込まれるような素晴らしいシュート、シュート、うわ、展開速くなってきましたね。成功、日本としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。大竹、右サイドへ振って戻します、対応します、動きましたよ、抜けてくる、大竹からの折り、トクラのシュート、トクラ、ドンピシャのクロスボールだったんですがこれは決まりません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり守備していかなければいけませんよね。決定機を阻止しましたと呼んでいた西川、佐々木へ、菅原、荒木、メシノ、インターセプトを狙う、秋野、カットに行きます、大迫、
つながります。これを読んでいた。来た、チャンスだ、チャンス来た。これはチャンス。さあカウンターだ。トクラ、裏を狙う。このパスが抜ける。これは合いません。桑崎、トクラ、スペースへ。菅原、ギルキ、メシノ、さあ右へ預けて抜けるか。フェイントを入れましたが抜けません。山崎、瀬古、奪いに行きます。このボール奪いに行きます。組み立てながら攻め上がっていく。山崎、トクラ、いやー展開早くなってきましたね。ここからカウンター早いですよ。裏のスペースを狙う。フリーで受けた、シュート。トクラ、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。荒木、秋野、カットに行きます。スルーパス、秋野から澤田、澤田、ここかわす、決めた、日本。前半のアディショナルタイムスコアが動きます。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターです。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。前半終え2対1。いや北澤さん、ホールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。ですけどまだ 2-1 ですから、お互いに気の抜けない点差ではありますよね。次の1点がこの試合のポイントになりますよ。日本としてはまず早めに同点に追いつくことでしょうね。動きはそれほど悪いように見えませんでしたからね。日本対日本、それでは続けて試合を楽しみください。ではセカンドハーフ見ていきましょう。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。はい、瀬古、このボールに触ります。山崎、メシノ、スピード上がってきますよ。西川、裏へのスルーパス、シュート、さあさらに点差が開いています。フェイントを入れてからシュートという得点でした。ディフェンダーを揺さぶってコースを開ける、そこにすかさずシュートを打ってきますからね。イメージ通りのシュートだったんじゃないでしょうかね。さあ日本、リードを2点に広げてリスタート。日本としては2点差ついたことで視野も広くなってプレーの幅も広がるでしょうね。はい、この勢いでさらにもう1点取れるといいですよね。そうですよね。日本は先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙っている感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。シュート、こぼれた。山口、荒木から大迫、さあカウンタースピードを上げたいところ。奥田から秋野、
さあ左サイドへ、このボールをカットします。セコ、奪われると危険な位置。澤田、山口から大迫、いいでしょポジション切り替え、自分で行く、スルーパスを出す、シュート、桑崎、戸倉、大竹へ、裏を狙っていきます。いいボールだ、戸倉、もうこれいいでしょ、奥井、桑崎、パスの交換、澤田へのボール、インターセプト、ギルキ、抜けるか、ここは抜かせません、ここはつながりません。投手の切り替えも早いでしょ。荒木、秋野、今日の試合でアシストを記録しています。山口、ドリブルで上がる、スペースを狙った、二見、このボールをカットします。さあカウンターを仕掛けます、とこれはつながりません。荒木から右へ、さあ、ともに選手交代があるようです。インターセプトを狙う。秋野。Coming on the field. Number 13. Number 8. さあ、このセカンドボール。Number 20. 細かいパス回し。Number 5. Substitutions taking place. コーナーキックです。日本はコーナーキック2本目、クリア、このピンチをなんとか出します。あー、これファン、取らないですか、レフリースペースを狙うと呼んでいた。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね、カウンターですよ、奪いに行きます。このセカンドボールは通るのか、このパス、秋野、これは合いません。井上、ここで前を向けるか、澤田、日本カウンターを仕掛けていきます。秋野、高橋、素早いパスで攻め上がっていきます。瀬古、カットに行きます。福田、中村、サイドを使う、シュート、日本はさらに来る、ゲット、日本これで3ゴール差になります。ディフェンダーの間を抜いたシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。さあ、日本3ゴールリ、さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。佐々木、今のファールでイエローカードをもらっています。再びセットプレーのチャンス、さあ誰に合わせてくるのか、シュート、まだある、一死、ここで笛です、4対1、
日本。今日の試合は負けてしまいましたが、条件達成ということになります。さて北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。日本としてはこの試合負けてしまったんですけど、試合運びはうまかったですね。突破に向けて自分たちのやるべきことをしっかり果たせた試合だったんじゃないかなと思いますけどもね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。日本が見事に突破を決めています。Security staff for each block, please report to the staff room immediately.
各チームしのぎを削るこの大会、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、プライドをかけた戦いの始まりです。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間は日本対フランス、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。日本対フランス、奥田がこのゲームメンバー入りとなりました。北澤さん、どのあたり注目なんでしょうか。彼はスピードがありますから、スペースをつく攻撃ができると効果的ですよね。ダイアゴナルな走りができると必ず守備が乱れるので大きなチャンスにつながりますよね。はい、さあこのゲームではどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待しましょう。高橋、カットに行きます。キンペンベ、流れを止めます。ビエラ、ポグバ、スペースを狙う、ムバッペ、スター先制、フランス。ムバッペ、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。コースを狙ったいいシュートでしたね。しっかり枠に入れる技術も素晴らしいですよね。さあフランス、今日先制はこの早い時間でした。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし、自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。ウィリアム・サリバ、近辺でからターテのボール、ポグバへ。日本としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。トクラ、さあここでカウンター、パスでつないで攻め込んでいきます。ケビン・マルキ、澤田からのパスは通りませんでした。裏を狙っていきます。ポグバ、右サイドへ振って、いいでしょ、コースの切り替え。桑崎、日本はロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから、ボールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要ということなんですね。そうですね、そこが合わないとオフサイドになったりもしますからね、はい、お互いの連携は大事になりますよね。なるほど、フリーで受けた、シュート、メニャン。いや、北澤さん、これはいいセーブでしたね。何が何でも止めてやるっていうね、そういう気合を感じるセーブでしたね。大きなピンチでしたがチームを救いました。頭だ、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。キンペンベ、ポグバ、チュアメニエ、カバール、チュアメニエ、チュアメニからムバッペ、うわ、バダル、加藤、さあ一気にカウンター、スルーパスを狙う、ビエラへ、高橋、オフェンスでも貢献度の高いサイドバックです。ケビン・マルキ、ポグバ、インターセプトを狙う、さあこのセカンドボール、チュアメニエ、さあムバッペ、トクラ、
ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。これはどうだ、トクラ、トクラシュート、これはポスト。さあカウンターを仕掛けます。このボール奪いに行きます。加藤、トクラ、裏へのスルーパス、ボールがつながる。トクラ、相手ボールを奪ってフィニッシュまで持ち込むというシーンでした。ショートでタイミングずらしていくのも効果的かもしれませんね。どう打開するのか見ものです。これはつながりませんでした。シュアメリ、さあトクラ、前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。前半から得点が動いています。日本1点ビハインドという状況で前半を折り返しました。よく戦ってましたけど、攻守のバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを動かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。日本対フランス、それでは引き続きゲームをお楽しみください。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。これ45分で全てが決まるわけですから、はい、もうこの試合のことだけを考えて戦ってほしいですよね。そうです。シュート同点、日本見事なゴールで同点に追いつきます。いや、いいですよね。これはサポーターも燃えますよね。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。日本ここで追いつきました。いや、素晴らしいですよね。これでまた試合の展開が分からなくなりましたよね、はい、まあ追いついた方が勢いがあるので若干有利ですかね。なるほど。秋野からのパス、奥井、裏を狙う、アバール、秋野から奥井、奥井からサバダ、どうだ、届きません。さあ左サイドへ、澤田へのボール、裏へ出るか、奪います。さあカウンターのチャンスになります。秋野、奪いに行きます。ここからカウンター早いでしょ。これはチャンスだ。これ仕掛けるか、トクラのシュート、スルーパスを出す。The attendance for this match was 71,898. 澤田、トクラ、トクラ、ミニアン、危ない。ポグバ、さあ左へ預けて、日本よく同点に持ってきましたね。いや、よく追いつきましたよね。この時間でもあるんですよね、こういうことってね。上げてくる、チャレンジしたところ、これはファールではありません。来た、これは秋野、これは合いません。ここはすぐ奪い返します。絶好の位置、クリアです。ここはつながりません。これは届くか、オフサイドか。
Substitution for Japan. Number 13. さあ、共に選手交代があるようです。Number 19. ビエラ。Coming on the field. Number 20. インターセプトを狙う。大竹。Substitution taking place. スルーパスを狙う。これは合いません。さあ、カウンターを仕掛ける。ちょっと伸びてしまいました。あっとこれは打った。だーゴール日本、ゲームをひっくり返します。いや、今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる。シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。さあ、日本1点をリードしてリスタート。いや、素晴らしい逆転でしたね、はい、とはいえまだ時間があるのでこれから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。フランスとしてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点こじ開けたいですよね。トクラと呼んでいた。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。高橋の切り替えも早いですよ。スペースを狙う。絶好の位置で受ける。シュート。レニアン。こぼれた。ハット。さあ、打てるか。これを読んでいた。スピード上がってきますよ。ムバッペ。フランスとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。ムバッペ。フランスとしては残り時間なくなってきましたからね、素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。スペースへ繋がります。セカンドボール拾いたい。残り時間少ないですからね。トクラいいハンド。もう一回。おっと。There will be one minute at a time. ポグバ。ポグバから左へ。いやー、展開早くなってきましたね。主審、上を口に加えて、今試合終了です。2対1。日本、見事な勝利です。そして条件達成です。さて、北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。日本としては最高の結果になりましたよね。選手も重圧を感じていたとは思うんですけども、冷静にプレーして結果に結びつけてきましたよね。これでまたチームとしても一つ成長できると思いますけどもね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。日本がこのゲームで目標達成です。
Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center?
各チームしのぎを削るこの大会、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、ライドをかけた戦いの始まりです。本日のゲームはヒフトボールスタジアムで行われます。この時間はドイツ対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた。シュート、笠原のセーブ。いやー、よく止めましたよね。難しいボールでしたけどもね。いやー、よく止めましたよね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。あー、これファー、うーん、取らないですか、レフリー。うまいですね。これは合いません。いいプレッシャーです。キミッヒ、もう一つ前に行きたい。わずかに届きませんでした。キーパーから前線へ、リュディガー、このボールをカットします。フォクルザマ、いやー、展開早くなってましたね。加藤、トクラ、ここはつながりません。ジューレから縦、さあカウンタースピードを上げたいところ。ここ来ましたよ。さあそのまま行くのか。上げてくる、クリアです。日本カウンターを仕掛けます。ここでファールがありました。奥井、裏のスペースを狙う、このパスを受ける、シュート、ノイアー、いやー、日本先制。ドイツ相手に先制点をもぎ取ります。今のシュート前のボールコントロール素晴らしかったですね。シュート、大きなクリアでここはしのぎます。このボールに触ります。スルーパスを狙う、澤田からのスルーパスをカットしました。ここからカウンター早いでしょ。これは合いません。トクラに渡ります。裏へ出るか。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。アキノ、絶好の位置で受ける。ドイツカウンターを仕掛けていきます。ベルナーから左へ、さあ行くのか、強引でも行くのか。自分で行く。ここはつながりません。さあつながるか。お、いい形ですよ。どうだ、直接行ってしまいました。ここはいいプレスで奪います。スルーパス、澤田、大きく前線へ、右サイドへ振って、奥田、縦へのボール、ここからですね。うん、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあ来たか。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。さあここでカウンター、トクラから右へ、加藤、今日ワンアシストです。対応します。カウンターですよ。これは合いません。いいでしょう、ポジション切り替え、裏へのスルーパス、来たか、さあチャンス、体を張ったプレー、スペースを使う、加藤、
これはなかなかこじ開けられない。トクラから奥井、スペースを狙う。トクラ、このディフェンス絶好の位置。柔らかいボール、カウンターですよ。秋野、素早いパスで攻め上がっていきます。上がっていけるか。取らないですね。さあカウンターだ。ベルナーから右サイド、もっといいボールでしょ。抜けてくる、チャンス来た。日本はここで前半の45分が終了しました。前半終え1対0、日本先制してそのままリードで折り返しました。選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので後半も続けていくことでしょうね。ドイツ対日本、日本が1点を先制して折り返します。さあ後半キックオフ、日本 1-0 リードです。ここもしっかりディフェンスしました。中心ファウルを取りました。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。徳良、さあ右へ預けて、リュディガー、このボールをカットします。このボール奪いに行きます。ベルナー、ゴレツカ、フォクルザマー、澤田、ボールを奪いに行きます。さあカウンターを仕掛けます。桑崎、スペースへ、いいボールでしょ。この位置でボールを受けます。中をシュート、きた、追加点、日本大きな追加点。この決定機しっかり決めてきました。いやボックスが決めた、ドイツ。さあこれであと1点差。さあドイツあと1点というところ。このゲーム追いつくためにまずは1点という状況でしたけども、この後半の早い時間帯に取れましたよね、はい、この後の展開ちょっとわからなくなりましたよね。澤田、シュート、オフサイドですか。後半の3分の1が経過しました。日本はセカンドハーフに詰められてしまっているという状況、ここは一つ北澤さん相手に流れを渡したくないところですよね。本当にその通りですよね、はい、気持ちで負けると押し込まれますからね、ポジティブにゴールに向かっていってほしいですよね。はい、この失点をプラスの勢いに変えたいくらいですね。さあ一気にカウンター、加藤、ここは競り勝ちます。ここはカットします。これはファールの判定。
Substitution for Germany. Number 35. 両チーム同じタイミングで動いてきます。リードしますからね。先手を打っていきたいという状態ですよね。これは積極的なチェック。Number 23. 取らないですか、レフェリー。Number 77. Substitution. これは繋がりません。流れを止めます。スピードアップしたいですよ。ここは右サイドへ振って大竹から戸倉、どうする、スピード上がってきますよ。このボールはカットされます。ゴレツカと、どうしたんでしょう。来た、これはシュート、来た、追いついたドイツ。この時間で追いつくことに成功しました。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあドイツ、見事な同点劇を見せています。いや、これは面白いゲームですよね、はい、追いついた方が勢いがあるので若干有利かなと思いますけども、ちょっとどっちに転ぶのか難しい展開ですよね。さあ左へ預けて、出るな、ドイツ絶好のチャンス、ものにできません。いや、緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、今日のゲームは。ドイツとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいでしょうね。ゴレツカへ、残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。シュート、いやー、すごい。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。Substitution for Germany. Number 8. 両チームともメンバー交代があるようです。ドイツ逆転。そしてもうほとんど時間がありません。いや、ここまで競り合ってこの時間帯でゴールですよね。はい、ゲームを決定づける一本になるかどうかですよね。そうですね。レフリーの注意が入ります。ここで前を向けるか、大竹、リュディガー、ここは読んでいました。ここは笛が鳴ります。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。さあもうアディショナルタイム、アディショナルタイムは3分という表示です。主審、上を口に加えて今試合終了です。3対2、日本敗れました。逆転負けです。
さあいかがでしたか。今日は点の取り合いになりましたし、お互いの持ち味を存分に発揮できましたよね。最後まで本当目の離せない白熱した試合でしたね。はい、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。さあそろそろお別れの時が来ました。今日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。日本が3対2接戦をものにできませんでした。Volunteers for each block, please report to the staff room immediately. Thank you.
このゲーム条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間はフランス対日本、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。フランス対日本、さて北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。バットですね。やはりあのスピードとそれを生かしたドリブルには注目したいですよね。緩急のつけ方、フィニッシュでの突きは本当に素晴らしいですよね。この試合でも彼のゴールに期待したいですね。なるほど、これは相手がどのように対応するかというところも見どころですね。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。アミヌクイリ、さあ繋がるか、いいボールですよ。クリア、このピンチをなんとか出します。スペースへ、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。いいディフェンス、加藤、ここは奪います。ヌドンベレ、積極的なディフェンス、ここは笛が鳴ります。秋野、先ほど犯したファールでイエローカードをもらっています。まだ荒いプレーが目立ってますよね。注意は受けてるはずなんですけどもね。これは奪い返します。ここは対応します。ここからですね、空いてますからね、立っていきたいところですよね。これはチャンス、スクイーボール、危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。これは合いません。このセカンドボール、シュート、先制日本。さあ日本、価値のあるゴールが決まりました。まあ、この雰囲気の中でしっかり先制点を決めるっていうのはプレーに集中している証拠ですよね。そうですね。トクラ、来た、かわす、沢田、裏を狙う、シュート、ゲット、日本立て続けのゴール、決めてきました。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。さあ日本、さらに1点を追加し2対0としています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。スルーパス、この位置でボールを受けます。あー、これファール、取らないですか、レフリー。裏のスペースを狙う、シュート、いやー、追加点、日本怒涛のゴール、勢いが止まらない。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。さあ日本、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。
立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。ジョナタン・イコネ、ここで前を向けるか。カウンターですよ。ムバッペ、さあここでカウンター。このボールには合いません。さあ左サイドへスルーパスを出す。ボールがつながる。あっとアドリ、さあカウンターを仕掛けます。アミヌグイリ、裏を狙っていきます。いいボールだ。危ないシーンでしたがクリアの対応。 There will be 1 minute added time. さあ一気にカウンター。奥田すでにこの試合で2ゴール決めています。ここで前半の45分が終了しました。誰が予想したのか、前半で3対0、日本着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。前半で 3-0、 攻守にわたって素晴らしい前半でしたよね。フランス対日本、日本が3対0とリードして折り返します。さあ後半キックオフ、メルバンバール、裏のスペースを狙う。ここも固い守りでボールを奪います。澤田、裏へ届くかと呼んでいた。アミヌグイリ、ドリブルで仕掛ける。トクラ、シュート。いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。スペースを使う。アキノ、このボールに触ります。さあムバッペ、澤田、左サイド上がってきます。トクラ、いいとこ入りますよ。澤田、中央へ。ヌドンベレ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。日本がここでファールを取られます。日本がこのセカンドハーフの序盤で3点差とリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。もうこの後半は様子を見つつ相手に対応していく形でいいと思いますけどもね。この点差ならリスクを犯さなくてもいいですし、後ろを固めていくことに集中すればいいと思いますけどもね。The attendance for this match was 71,898. もう一つ前に行きたい。これはファールの判定。ヌドンベレ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。奥田、トクラ、さあカウンターのチャンスになります。ここはつながりません。これは届くか、飛び出した。クロスはディフレクション、コーナーキックになります。
substitution in progress. このゲーム最初のコーナーキックになります。フランス守備陣クリアの対応です。ここはカットします。アーチのようなパス、裏へのスルーパス、桑崎、日本カウンターを仕掛けていきます。カットに行きます。二見、長いボール縦に入れます。奪い返します。さあカウンタースピードを上げたいところ、自分で行く、ここ来ましたよ。ヌドンベレ、ムバッペが受ける。さあイコネ、これ仕掛けるか、シュート来た、フランス。さああと2点、まだ分かりません。ムバッペ、今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール、おっと来た、1対1、決めたフランス。さあこのボールであと1点というところまで来ました。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。Substitution for France. Number five. さあ、ともに選手交代があるようです。リードしてますからね。先手を打っていきたいという交代ですよね。さあ、フランス1点差に詰め寄りました。いや、チームに勢いを感じますよね。さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。スルーパスを狙う。さあ、トクラ。山崎。スペースを狙う。ちょっと伸びてしまいました。日本としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。アミヌクイリ、いや展開早くなってきましたね。ムバッペ、ムバッペ、フランスとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。トクラ、日本カウンターを仕掛けます。このボール奪いに行きますと、これは繋がりません。日本としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムエンドのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。2 added minutes has been indicated. お、いい形ですよ。これを読んでいた、秋野、日本カウンターを仕掛けていきます。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。3対2、見事な勝利です。そしてこの結果、条件達成となります。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。日本としてはなかなかプレッシャーのかかる試合だったと思うんですけどもね、その中でも勝てたっていうのは選手たちは今後の自信にもつながりますよね。いいゲームでしたね。そうですね、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあそろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。日本が見事目標達成です。
you